とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新となっております。21回、こういうタワーを待ってた。めんどくさいボスがいなければいいんだけどね。では、行きましょう。冬のステージか。もう夏なんだけど。冬のステージはちょっと、やりたくないんだよな。冬のステージね、もう一番嫌いなんですよ。このね、凍結になるのが本当に嫌い。よし、終わり。まあまあ楽勝ではある。おっと、雪玉とクールダウンがついたスパイダー。あ、使えそう、使えそう。いやでもちょっといつもと違う感じでいこうかな。いつもと違う感じで汚染された種とかさ、ちょっといつもと違う感じでいきます。スパイダーも良さそうだけどね。でもね、実質ちょっと柔らかくなるんでちょっとやめときましょう。うん、でこの汚染された種があれば結構楽になるのよね、攻略が。なんで意外といいんじゃない。おお、クリーパー来た、クリーパー来た、ナイス、オッケー。ちょっと待って、滑るから落とせる場所に行けない。いや意外とまだ楽勝ですね。序盤結構難しい時あるけど楽な感じです。おっと、ガントレット、今回もガントレットあり。でもなんかエンチャントが見たような感じだもんね。ハープーンか、持っていこうか。なんか面白そうね、ハープーンの長弾結構強いんで、ちょっと使ってみよう。 OK で、まだ冬ステージが続くの。冬ステージはね、もう来なくていいんだけどな。いや、結構もう勝て。よし、オッケー。ちょっと待って。いや、ハープンやっぱ強い。よし。ハープン使える使える。あ、いいよ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 。めちゃくちゃいい。オッケー。おー、いいんじゃない？ハープーンと種、なかなかいいコンボだと思う。ビーネスと、いや、やめとこう。オッケー。まだ雪のステージが来るよ。ビーネスともね、まあ、最初のね、商人が、ユニークだったらいいんだろうけどね。でもユニークが来なかったら、耐久がないまま行かなきゃいけないんで、ちょっと違う防具にしようかな。なんか出てきてくれればいいけども、プレートとかね、そういうのが来てくれればいい。もういいか。おいし、 OK、 うん、いいね、いいね。やっぱ長弾いいよ。終わりかい。4回終了。次、地雷。あー、なるほど。杖持っていく、雷の杖。いや地雷だな。地雷持っていくか。うん、杖はね、やっぱボスにはものすごい強いけど、雑魚戦では俺あんまり、あ、いや使えるか、雑魚戦でも。そう、すごい使えるわ。けども地雷だ。いつも取らなそうなやつをちょっと多めに取っていこう。じゃあいいんじゃない。
次矢は絶対取っていって、あ何してんの、地雷を避けたら落ちた。まだいるんでしょ。はいはい、いいね。今回序盤全然余裕だよ。今回の序盤は余裕。おーっと待って、商人だ。次商人で、あー羽ぴょん、あ羽もあったな。羽ぴょんできるウィンドボウがあるで、輝くローブ、あーなるほど、ビーストバーストだわ。いやーちょっとこれ厳しいな、厳しい。まあまあまあ、無知持っていってユニークだったらツタの無知に変えようか。なんだ金細工となると、ああもう防具上げないと無理だよね。防具だ84で、何がついた、ああポーションバリア1、いいんじゃないで、エンチャントでエリかな。でボス、次はボスかい。は入れれないか。じゃ、邪悪なレースはここには出ない。何が出る、おしゃい、1体違う、2体じゃねえか、バカ野郎、マジか。ちょっと待って待って待って、これちょっと待って、地雷回復するまで待ってくれ、ちょっと待て、おいって、きついきつい、おっ、よし、よっしゃ、オッケーオッケー、あっぶね、あもうこいつ、あまあまあまあ、うん、弓でいけるわ。ちょっと当たらん、当たるよね、もうこいつ動かん。ちょっと待って、これガスト対策していかないとちょっと厳しいわ。終わり、あー雷の杖の方が、いや、あそうね、雷の杖の方が良かったかもしんないね。なかなかちょっと嫌なやつが出てきやがったなとなると無知もいらねえな、無知いらんな。星夜で行こうか。うんちょっと、まあ無知はもうボスでもあれじゃないと戦えなかったもん、無理無理。 OK、 これで行きましょう。何来る、クリーパー来る、やっぱ来そうな気配はあるけども、大丈夫か。なんかクリーパー今回少なめだね。いやでもいるわ、バカオッケーオッケー、なんか嫌なステージ、オッケー、終わりかい、そうそう終わりかな、よいしゃ、はい、8回終わりで、乱射にします。うん、乱射でいこう。でエンチャントをマルチショット入れとこうね。であとあとレーザー反応も入れちゃいましょう。危ねえ、ナイス、素晴らしい。
よし、素晴らしいよ。ちょっと待って、めちゃくちゃ減った。オッケー、うん、いいと思う、いいと思う、いいよ。まあ、リスニーズがちょっとめんどくさいぐらいで、あとは大丈夫か。あ、いって、よし、8出ろ、8出ろ。オッケー、終わり、いいね、そろそろ折り返し。雪玉バトルローも美味しいね。いいかな、もう雪ステージばっかりだ、嫌になるね、雪のステージばっかで。よし、ちょっと待って、えらいこっちゃ、連鎖反応欲しい、こういう時には。 OK、 いいよ、よし、ナイスナイス。うん、最初に一気に出てきただけで、あとは特に多くなかったね。っていうか、いやー、そっちにいたんかい、どこにいるか全然わからんかった。終了。ああ、いいかな、うん、一応ハーベスター持っといて、ソウル、いや、いらない、うん、ソウル貯めようかと思ったけども、いいや、このまんま行きましょう。結構出てくるところに当たってちょうどいい。よし、あー、やっぱ蜂の HP はそんなもんだな。よし、こっち側にもいるっしょ、どうせこっち側にも多分いるんじゃない。いないか、珍しい。だいたいこっちのね、上とか下に敵いるんだけども湧いてませんね。ああ、こっち行かなくていいな。いや、凍結なるとこのね、振りが遅い武器がものすごい弱点になる。はい、あ、これで終わりだ。行きましょう。うん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 、なるほどね、面白いやつもあるけども、いいか、いいかな。いや、クレイ、うーん、そうね、バトルスタッフ使ってみる。いやー、よくなさそう。クレイモアに変えましょう。うん、いつもじゃないからね、いつもっぽくないクレイモアに変えていきます。ちょっと待って、エンちゃん、もう防具がね、よくねえな。まず重力と、まあまあこんなもんかな。釘商人ね、釘商人来るんかい。ちょい、オッケー。で、これ心を奪うものになってくれればもっと使いやすい。うん、その時はちょっと凶暴化をもうちょっと入れようか。なんかこっそりエンチャンターが出てるね。よし、でもそろそろあれだわ。よし、種の攻撃力がもうない、変えなきゃね。
こんなとこにいたんか。わかりづらい。で、次、商人って書いてあったね。ユニークか？どうだ？ミステリー。うん。あー、無知がまたある。まあまあ、次の商人がユニークだったら、今の無知を取っていってもいいよね。あー、うん、無知取っていって良さそう。まあ、傭兵をちょっとこっちにあげるか。エンチャント全然良くないけど、まあ元の性能いいし、ポーションバリア1がついてるので、まあいいんじゃないですか。うん、最後まで使っていけそう。ポーションバリアが入ってるだけで、もう十分だもんね。OK。ちょいちょいちょい。めんどくさいこいつ。OK。強豪がもうちょっと入れようかな。意外と今日発動してくれる。いけるか。あぶね。よっしゃ、あぶね。よし、まだいるね。意外と後から湧いてきた。いけ。終わりー。嘘、こっちにいたんかい。はい、14回終了。もうそろそろで終わり。そろそろボスじゃない？2回目のボスが、あー来るね。あ、でパワーシーか。うんうん。あー、まあ魅力的なやつはあるけどいいか。あー、なるほどねー。ちょっと待って、怪しいぞ。これ邪悪なレースじゃない？もしかして。怪しい、ここ。ものすごい怪しいよ。いいか。やめてくれよ。やめてくれ。よし、ナイス。よし。あ、もう。よっしゃー。ブラインドだったけども、無理やり押し込んだ。お前、よし、いいんじゃねえの。よし、 OK。 もうちょい。はい、ゲイ15回クリア。なるほどね。うん、まあまあ、めんどくさいボスじゃない、まあ、めんどくさいボスではあるんだけど、そんなに時間かからず倒せるんで、OK。ああ、なるほど、ぬすっとあるのね。でももう、変更してるんで、これでいいです。行きましょう。なんか入れよう。OK。あ、連鎖反応も2にすりゃよかったか、まあいいか。いまだに種立てるわ。うん、破壊力はないんだけども、よし、この盾をね破壊したりとか足止めしたりするのは得意なんでいいよね。いいね。よし、危ない危ない危ない。待て、よっしゃ、危ねえ。多いって敵が。よし、待て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 、無理だから、お前が来たら無理。ちょっと待って待て、危ねえな、危ねえよ。おいおいおい、こいつこっちにもいるんかい。ところどころにいるエンチャンターが撃ってほしい。終わり？まだか。
あ、こっちにいるのか。はい、16回クリア。変えようかな、バーストでも良さそうね。あ、違う、こっちだ。キョンがついてる。いやでもいいか、キョンはついてるんだけども使うかどうかよね。まあまあまあ一応していきますか。とテンポセフトとで、ここが来た。毎回めんどくさいこのステージ。ちょっと待って、ここ結構なんか難しいんだよね毎回さ。あ、もうちょっと待って、ポーションマリア今使ったぞ。遅かったか。いや絶対使ったと思ったんだけどな。 OK、 もうやられないようにいきましょう。よし、めちゃくちゃ効くじゃんちょっと待って、とんでもない火力だぞこいつら。火力えぐ。ちょ待て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 無理だから、すんごいね。よし、ちょっと待って、エンチャンターまず倒さんで、これ無理。よし、終わりだ。やっぱりこのステージは難しい。うん、ここむずい。弓がないとちょっと厳しいわ。うん、耐久力結構あるんだけどね。まあ、うん、そのままいきます。あ、これも羽ぴょんいける感じの弓か。なるほどね、最初からあのウィンドボーで行って、でこれでこれに変えても良さそうね。っていうか今回さ全部冬のステージじゃん。もう大嫌いな冬のステージじゃん、ずっと本当に嫌になるね。嫌がらせだこれ。ナイス、よし、うん、あ、固まるな、あぶね。ちょっと待てよ。よし、オッケー。で、こっちに、あわ、結構いるわ。うん。海で行け。終わり。18回クリアで19回して20回承認で終わりだね。うん、これ全くエンチャンと一緒だねこの2つ全く一緒だね。あ、爆発で言っても面白そうだけど、そのまんま行きます。でここね結局やっぱり全部冬ステージでした。あ、よし、ナイス、よいし、よっしゃ、オーケー。あ、この強豪化意外と良かったわ。うん、凶暴化と重力がものすごくいい。これボールをなんか途中違うのを取って、でこの武器をユニークにしてもよかったね。でもああ強かったと思う。ガントレットかい。虚無剣しよう。うん、虚無剣でいきます。でもって最後のパワー商人は、なんかね嫌なやつ出てきたら耐久力ないと無理なのよ。でも
出ないと踏んで武器を上げる。うん、まあまあ若干だけどね、上がったね。次の回に行ってエンチャント入れます。ポイントが1入ってから。よし、オッケー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 、普通のボスだ。てかてか待って、エンチャント全然良くないじゃん。ああ、ダブル輝きの、いやいらねえな。ダイナモもいらないぞ。まあ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 、いや意味ないってダイナモ間違えて入れたけど、もういいや。いやこの狂犬良くなかった、エンチャント見てなかったわ。なんだおーいってもう、嘘でしょ。これは防具にしてた方が良かったやつ。うん、でもまあまあ倒しましょう。一気に攻める。虚無入れて、よし、おいっちゃ危ねえ。よし、どこいる？危ねえな。ナイス、やっぱテンポセフトいい。テンポセフトめちゃくちゃ効く。うん、こいつにはテンポセフトやね、ほんと。テンポセフトで鬼のように遅くするんで、いいね、いいよ。でも俺がそれになるのは良くない。もう半分でしょ。ナイスナイス。無理か、あそこで仕留めたかったけど。まあいいや、まあいいや、いや次で仕留める。いやいけんか、ちょっと足らんかな。次で仕留めれればだいぶいい。危ねえ危ねえちょっと待って、よし終わり。よっしゃ終わりです。いやー最後の最後にねこいつが来るとは。そうか、でも全部冬のステージだったんで、可能性はあったよね。はい、では報酬見て終わりまーす。一回やられたか。うん、ウィザー久しぶり見た。ウィザー久しぶり見たな。お、無謀さん3が出た、嬉しいぞ。あ、重力、最強のやつ作れる。まあ持ってるけど。なんだフォーカス、あ、毒フォーカスはないね。いや、マルチロールとかでしょ、どうせ。ね、どうせそうでしょ。ヘルスシナジーであれよ。はい、ということでまだやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。